するしない？それでは今回の麻雀の匠ご覧ください。第4局日本馬オーラス続行、前回トップ目に立ちました大井さんの親が続きます。開始です。はい、さあ46,900点。そうですね、今ちょうど日本馬なので、はい、12,503、ちょうど万願積もで変わっちゃうんですよ。あ、トイメント、そうなので大きく上がるか伏せたい、はい、なるほど。なのでなんだこれ、ドラはなんです、ドラもない赤もないなので、これで万願直撃されたら嫌なんで、嫌ですね。基本的には降りたい、はい、だからチート率進行でこの444を切って、で安牌を抱えつつ万願直撃されないようにちょっとやります。今回のその作戦は統一方面に行く、うん、わけですね。この手はもう普通にブクブクにして、例えば、はい、3ピン引いて9番とか3図を引いていいピンとか行くとこれ危ないんで、はい、自分の危険は回避しながら、そうですね、もうこの手は上がれない、上がりにくいですね。上がるにはちょっと厳しいですね。はい、はいはい、では、はい、まず第一つも、はい、このままトップを守りきれるか、カンちゃんどうします、春通ていきます、嫌だ、嫌ですか、絶対嫌だ。何から言いますか、もう宣言通り4ですか、一応これね8でした。大きく上がり道が、まあ、まあ大きくピンク3色赤っていう、それならねダマワンツーがあるありますね。あの赤ウソと赤ウピンどっちかを引けば12,000あるんで、はい、でも E ピンと9万を切るほどのことはないので、パソからと、であそこ今だ絶対ここ皆さん見逃しちゃいけないのは、とにかくトイメンの手出しつも切り、うんうん、はい、とにかくトイメンの手出しつも切り、これが大事なんです。もうここはこれ裏目ったんですけど、これどうでもいいんですよ、うん、ここはもうね全ての記憶をあそこに能力をぶつけて、あそこに、はい、トンは手出しでしたね。ただま満願を作りたいので、このぐらいできるならこれこうしていきます。チーソーはつもぎりです。はい、もう他の両、もう大げさなこと言います、両脇は両脇を無視してもいいんで、トイメンだけは手出し手出しと、トンシロと来ましたよっていうことだけは絶対覚えておく。この条件戦の中で戦い方大事ですね、はい、オーラス大事です。ちょっと仕事何これ、いつも聞いちゃってるね、なんか横に伸びます ね、 そうですね。自然に来た場合は受け入れますか、あーんと分かんない、それでもまだそれでも分かんない、赤ウソ赤ウピン引かないと分かんない、まっすぐ来てるね、はい、ションパイの自敗が続きます。今回ドラガンです、なんでいいの、スムーズになんでこんなにいいの、今日どうしたの、ピンフになりそうですね、いつもあるよ、まあ、一応これ買ったとか、ピンフのみ上がる気がないので正直、いやこれ危ないんだけど、ちょっと待って、何これ、だったらチーソーパス取っときゃよかったって視聴者の人思ってるよ、うん、あの老朽層ターツ、ほんとほんと、何何、ちょっとこんなにつもいいの、いやこれちょっと困ったな、赤ウソ、ウピンですかね、次赤ウソ引いてこないかなやめてよ、ヤンピンでした、これは絶対いらないです、もうあ、カンちゃんになるような牌は、シゴロやあのピンフ赤以上にならないから、もう降りますよ、降ろしてよ、早く降ろしてよ、降ろせるような着方じゃないですもんね、何これマジでやばいんだけど、天杯まではスムーズにいけそうですね、どうします、やだ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 、白も初も1枚ずつ、やだやだ、もう満足で嫌と言いながら手は来てますよ、赤ウーピンと赤ウーソどっちかを引いて、はい、あの満願か77まだ見えるので、うんうん、で上茶の方がマンズが高いの で、 そうです、ね、今切ったペイ茶の方がマンズ高いんで、はい、ローワン切りました、でこれでウーソーかローソーかウーピン、うんうん、ならここと前向きに検討していただけるってことですね、前向きに採用、はい、こういうのは全部不採用なんですけど、これちょっと待ってね、これ安全牌候補かな、これっていつご、闇で構えてて、はい、直撃の戦略もあるじゃないですか、はい、
それはかなりこう注意を持って進めていくんですか。一番最悪なのは、はい、神茶、神茶に羽根マン打っちゃうことなんですね、はい、そうするとここ変わっちゃうんで12,600。ああ。これは今吐く発を切っていいのか悩んでます。神茶に対して、はい、マンズで仕掛けていそうで、ドラがなんですしね、マンズっぽいんですよね。いやもうほんとこれつらいな。だから勝っててつらい顔するから、あいつ何なんだよってよく言われるんですけど、僕映像で、あ、なんか出た、なんでた、これでもう赤1枚持ってる単野 OK で、あのメンタンツも赤い地を狙ってるんで、もう何に頼らないでいいっていうんで、だからキューピンが少し通りやすくなりました。メンピアカーガー、メンピアカーガー、なもう勘弁勘弁もう来ましたっていう顔をするから、よく見ます。あいつ三味線じゃねえかと思うじゃん。そんなことない、だってこれ三味線じゃん。でもいや、でもこれ実際、うん、置かれてる状況って、そう結構苦しいんですよ。そうなの、だってもう安牌ないんだもん。直撃でだって逆転される可能性かなりありますからね。安牌ないのよ、ちょっと勘弁してよ。これ本当いいキャンペーンだったらどうしよう。これそろそろマンズか、マンズ余っちった。どんどんブクブクになっている大井さんと、ヤンパイないのよ、条件が、ね、明確にあるトイメン、そして神茶、勘弁して。うわマジ4面ちゃんだ、ちょっと500ゴールとか意味あんの。一応マンツモから脱出。でもこれは初以外どうしたらいいんですか。だってで現物がね、積もったら積もで行くってことですか。やだもうやだよ、もう無理だよって顔すると、うん、あいつ三味線だろうと。46,900持って、なんであんな辛そうなんだよ。あ、でもドラが2枚見えました、おじさん。うん、でももともとドラに頼らない赤を持ってる手っていうのは分かってたので、神ちゃんに対してちょっとドラがなあまりなさそうになったってことですか。ただマンズの面本系は怖いね、羽根間になるか、うん、これもう、もう現物ゼロだよ、どうしようどうしよう。もうやだ。ちょっとキューピンが切りやすいっていう気持ちがあるから、ね、まだマシですか。ちょっとだけね。お気持ち。でも赤赤だと終わりだから。はい、やべリーチ来る。やべ、これリーチ来る。これね、赤自分から全く見えませんからね。あ、ダメだ、イーシャンテンだ。あのままイーシャンテンですか。うん。どうせスチーピンだろ。どうせスチーピンだろ。おい、ピンズ1枚も切ってないけど、どうせスチーピンだ。お願いスチーピンでいてください。イーシャンテンで予想してますけど。スチーピン4枚見えてるんで。で、スチーソーも怖い、ね。要するにスチーソも苦しいはずなんで、いいじゃんって、お願いやめてで3万手出し何だったんだろうな。あそこから出して、マンズは上向きにして、おローソーでした。おローソー場に2枚目、これ、はい、スチーソーに固定したかもしれなくて、うん、そうしてると結構苦しいはずなん で僕の上がり目がもうなくなってきたんで、降りたい、とにかく降りたい。これ降りれます？降りれない。どんどん声が小さくなってきました。降りたい、無理、戦えないよこんなの。で、最初に持った目標とともに生きていきたらこんなことになりましたね、うん、でも、急走切って無理、数走切ります。これ現物に近いものなんで、はい、数走切る、テンパを崩すわけですね。今チーソー通ったんで、もう無理、もう伏せる。次もしウーソーとか来たらどうするんですか。伏せない倒すやめて、手出しやめて、つもぎって、おーしゃー、まだイーシャンテンの可能性が高い。危ねえ、なんで負けてた、結果の。ダグ3枚もかー、これはもう降ります。プープープー、何、いやもう絶対降りる、決めたんだ、数層と決めたんだ決めたんだ、ね、え、じゃあ数層ですか、降りるんだ。まあ数層切ってもテンパイですけどね。いやダメ、それはダメ、ウッパーピンのが怖い、今のうちの方がいい。あ、今パーピン合わせるわけですか。絶対に降りると決めたんだ無理だ。いやでもこのルールでこの条件ならではですよね。おお、また手出しか、手出しパーソー、これはどう読みます。うん、これはね、68の単純な切り順で僕のパーソーが現物なんで、先に6からいったと、6からいっただけ。パーピンが全部見えましたね。チゴルのテンパイだよ。チーピンいきます。単品ドラドラ刺さったらバカだけど、でもその時はリーチしてくれるだろう。単品赤赤ですね。マンツモなんで。一旦ですよ。一旦落ち。あ、取るんですね。これ取りますよ、だってリーチ来るもん。これが当たるなら。あ、なるほどね、リーチもないし。
だけど、はい、だけどこれちょっと一回ゆっくりやって上がっていいか。すごい大井さん、今回いろんな大井さん見れてますよ。ちょっと待って、これちょっと上がっていい。乾燥テンパイ、先ほど降りると言っていたが今テンパイを張ろう。もう一度取りました。そうだ、高い、はい、テンパイにするか。いつも3色、うん、そのテンパネタ26でしょ。26の26のね、日本までね、28オール、はい、ちょっと上がるんだけど出て上がっていいの、まあ、嘘、なんかいそうですしね。いそうなんだよ。やべ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 、ちょ楽しそうですけど絶対張ってねえんだよな、あれな。トイメンがまだ張ってないと予想するとこの3品も行きやすいわけですね。行きやすいんだけど、でもどこまでこのテンパ打ちするかも悩んでらっしゃる。視聴者何を見てんだろうな。でもこれ普段あのこういった対局番組見てて、大井さんかなりこういった終盤でも考え込んでるじゃないですか、うん、でもその思考が今日全部伝えられてよかったですね。そう、あのね、打ったら死に、はい、死にこっからトップが落ちたら死にたいんですよ僕、うんうん、滅びたいですね、うん、でマンツモのあの、はい、張ってないと思いますよ、うん、トイメン張ってなさそう。これが安牌に変わったんです。今八が4枚出たんです、はい、9ピンがほぼほぼ安全牌です、はい、なので、はい、これこの5枚切って流局なんです。9層も通りそう、はい、はい、流局があります。これがリーグ戦だったらこれ切ります。リーグ戦だったらこれ切ります、はい、だけど私は M リーグはリーグ戦です。え、これ M リーグなの。はい、 M リーグ今さら M リーグですよ。 M リーグだと思って打つの。 M リーグだと思って打って打った、あれあれの記憶残っちゃいました。なくなってないんだけど、はい。いや、一応 M リーグの思い出してる。 M リーグの赤入りですからね、この M リーグってね、赤入りの。いや、 M リーグだとどう、さあどうするか、大事な局面、リーグ戦。選んだのは急走。これはどういった思考でまとまったわけですか。藤田さんのためにトップ取ろうと思って。これが一番トップ取れるはずなんで。単品今来た、藤田さん来たわけですか今。いや、これで単品赤赤を打つのは大井さんは、そんな大井さん見たくないはずなんで、絶対にこうなったら大井さんは転げ落ちないと、彼は僕をそう思ってるはずなんで、はい、積もってた。はー、でももう一回復活。いやいや、もう最悪だ。しかも最悪だ、どうしよう。どうしよう、藤田さん。ちょっとやめて。赤嘘ならあれじゃないですか、大井さん。ちょっと待って、いつも3色赤で4000は4000どうしよう、死にたい死にたい。今のところカットできないんですよ、ごめんなさい。いや、カットはしなくていいんだけど。絶対これがトップに近いはずなの。それで今リーチが来たんだけど、絶対これがトップに近かったはずだ。もういい、いやー、3品なら論破できます。いや、これ本当に、はい、本当にダサいけど、はい、これで逃したら、はい、いいの、これが絶対トップには一番近いの。赤が1枚ね、さっき見え、あれ、ちょっとどうしましょうか。9ピン現物。いや、9ピン切りますけど、9ピンは粘る意味がないんで、パーピン全見え。はい、でも粘る意味がないんで、ウーピンとローソーと今どっちがいいか、ちょっとごめんなさいね、確認させてください。ローソーとウーピンと確認させてください。どちらも現物です。はい、すいません、一旦これの方が、あの完全に受けました、はい、ローソーは後に、はい、これ積も2回なんで、うんうん、トイメンさんが積もることないです、大丈夫です。積むことないですか。はい、大丈夫です。もう僕がこんな嘘を上がり逃しといて、はい、4強で上がり逃しといてトップまで取られるなんて、そんなスター性低くないです僕は。もうカリスマっていう呼びませんでしたら、もう絶対、あ、呼ばないでしょ。、まあ、安心して絶対に上がれないから。本当ですか、はい、もうこうやって生きてきたんで大丈夫です、絶対大丈夫です。お願いしますイエスイエス。かなり心の声が漏れてらっしゃる。トップの時おらずこんな感じなんですね、お気持ち。地獄待ちすら許さないぞ。現物を慎重に選んでいきます。ローソー大丈夫です。さあ、そしてこれが入って流局、天敗の方は開けてください。いや、本当に怖かったんだもん、ピンズヤングワン。いや、本当に単品赤赤とかが本当にやってなくて、まあでも久しぶり入り目なの。あー、ニサシの3色単品危ないもん、やっぱりピンズ2ピンが入ったのが切ないですね。3品で降りて4層目でへくりましたね。あ、さあ、ということで今回トップを守りきりました。麻雀の匠、大井隆晴プロ、見事トップです。おめでとうございます。ありがとうございます。なんとか、なんと匠プロが初めてトップを取りました。おめでとうございます。いや、強い人いるからさ。いや、強い中でも大井さん、あの一番やっぱり印象に残ったのは、うん、あの敗廷のそう、ね、粘りに粘って、良かったですね。なんとかもうブクブクにして思い切って、まあ、ウーピンから行ったりいろいろと、はい、
執念を見せて、あとこう雰囲気の出し方だったり、そうですね、いろんなこうテクニックがある中で、はい、よかった。今回どれくらい大井さんの思考を伝えられました？やっぱり人間って、普通の人間って思考が100だとしたら、言葉に出せるのって多分 20% ぐらい、 20-30% って言われてるんですね。でちょっと今日は時間を長く使ったりしながら伝えられたのと、それから私解説の仕事が多くて、いろいろと言葉にする仕事が多いので、その分伝えられたなとは思うんですけど、それでもやっぱり半分も伝えられなかったので、それ言っときゃよかった、読めてたのにっていうのがいくつもあったんで、はい、もう結構それが終わってみたら悔しいんですよね。勝ち負けだけじゃないと僕はプロは思ってるので、この思考内容さえ伝えられれば、僕が例えばラスだとしても、おいすごいなって思わせられたと思うんで、そういう意味ではあれで喋っときゃよかった、喋っときゃよかったっていうのがね、86個あんだよね。そんな数数えられてたのに、それぐらいあるんだよね、伝えはできなかった、うん、それぐらいあるんだよね、体感ね、体感、うん、あとその86個をちゃんと言えてれば100点だったんだけど、まだやっぱり超トッププロとしてはまだ未熟な面があったかなと。なんていう謙虚なことか、うん。そしてね、オーラスのよくこう、うん、苦悩してる姿見る時の、そのなんでなのかって理由が、大井さん 46,900 持ってて、ね、あんないい手でテンパってて、しかもあんな苦しそうに毎回少し昇降するなんてふざけんなって思うと思うんだけど、見てる人には全部は分かんないですからね。けどあれは本当に逆転の人が、逆転の可能性ある人が2人いて、いつマンズ、上茶の方がマンズの本質とか張っちゃうだろう、そして対面の方が、マンツモの人がいつリーチ来ちゃうんだろうって本当怯えながらやってるんで、絶対だってドラの難いらないって切ってるんで、7巡目に、うん、ドラの難がいらなかったらもうその時点でイーシャンテンぐらいのはずなんで、そうですよね、逆転ができてる、要は単品ドラ1ぐらいは絶対あるはずなんで、もう怖くてしょうがないですよ僕は。だからそういう苦悩はうまく出せて、結果4戦オールを逃してしまいましたが、確実なトップを取れたこと、そしてあの怯えがちゃんと状況に合ってたことが、やっぱりそこはやっぱり実力だと思うんで。でも次からこう見て応援してね、はいはい、中の声聞こえない場面でも、うん、きっとこんなことを大井さん考えてるんだっていうのが、う見てくださる皆様に伝わりますね。だからあの難儀、ドラの難儀りは本当に怖くて、単品ドラ1ぐらいのリーチが絶対すぐ来ると思ってたんだそれが闇天のね、闇天の単品赤赤、ね、最悪だから、うん、やっぱりこの M リーグでは赤が3枚入っている、そういうルールが、そうドラ7、そうこれが大きいですね。なので僕最後の方で、積もって、例えばサブローキューピンスーソンみたいな街で積もってもちょっと上がるのやめようかなと思ってたり、はい、で対面のリーチが入った後も最後の手番で高い手なら上がるけど、3ピンなら漫画あったんだけど、ローピン引くと1300コールなのね、それだったら上がるのやめようと思ったの。積も1回ぐらいなら、あのトップ、それで次に羽積もが2人残る方が赤ありルールはまくられることがあるし、1回なんか積もれないだろうと思って、かなりこうテンパイしてるのにそれを崩さなきゃいけなかったり、うん、上がりを拒否するってなかなかこういう状況じゃないと普段ないじゃないですか。特殊な状況すぎるよね。だから順位点があまりにも大きいこと、そして赤が入ったことで逆転がしやすいことで、やっぱり細心の注意を払って少しは我慢しなきゃいけないかなっていうところは見せられたんじゃないかな。いや、かなりそれはお伝えできたと思います。僕は本当に我慢のタイプで、ひなさんも我慢タイプなんで、はい、分かると思うんですよね僕の思考。でもやっぱり麻雀ってすごく楽しい、ストレス発散できるような競技なのに、それでずっとストレス抱えてるのあの人何なんだろうって多分ね視聴者の方思うと思うんだよ、はい、僕は麻雀は我慢のゲームだと思ってるんで、最後の最後は我慢、一番我慢できた人が勝つと思ってるんで、それを見せられたのはすごく嬉しいです、はい、その我慢の結果がしっかりトップですからね。そうなのよ、1着取ってますから4セオル逃したけどね5万点超えかみたいな。そうなんですよありましたけどね、はい、いやでも見事なトップでした、はい、おめでとうございます、はい、ありがとうございます。見てくださる皆様に最後に一言何かあれば。そうですね、今後 M リーグがこれからこのルールでもうどんどん盛り上がっていくと思いますし、それだけでなくこれから麻雀プロにいろいろなスポットライトが当たって、
日向さんのようなね、あの YouTuber が現れたりそして日向さんがまた来年以降M リーグの仲間に加わっていろんな番組で共演できることをすごく楽しみにしているので、この番組大分からだけでなくこの番組そして日向愛子さんを皆さん応援してあげてくださいお父さんみたいな、いや本当にでもね、いろんな麻雀プロが個性豊かな麻雀プロが本当に増えることはすごい嬉しいことなので、もう日向さんには頑張ってもらって、はい、同じバラエティ出身というかバラエティを担当として頑張ってくれればほら僕の仕事も増えるから、はい、ありがとうございます。また一緒に一緒にやろう、やりましょう、はい、匠もまたぜひ、あ、呼んで、はい、はい、なんかぜひ出てください。これからいろんなトッププロ呼ぶと思うんだけど、トップ者が現れるでしょ、でトップ取った人だけでもう一回やるとかさ、ね、あ、いろんなあるじゃん。すごいお金かかりそうな企画ですねありがとうございます、はい、そしてこの後大井さんからお知らせです。はい、お疲れ様でした。はい、今回ですねこちらの本、私が書きました大井熱という本をですね皆様にプレゼントしたいと思います。残念ながらちょっと今日はね1冊しかないんですけど、こちらサイン入りで、プレゼントさせていただきたいと思います。こちらの方はですね、YouTube の方にコメントに、大井熱くれとか、はい、なんかコメントしていただければ、その中から抽選で1名の方にプレゼントしたいと思いますので、皆様ぜひコメントの方よろしくお願いいたします。この大井熱なんですけど、麻雀のプロだけにこう書いたわけではなく、上級者だけに書いたわけではなくですね、いろいろな、お仕事に悩んでいる方だったり、人生に悩んでいる方、恋愛に悩んでいる方、何でもいいんですけど、何かこう、ちょっとうまくいかないな、一生懸命頑張ってるのにちょっとなんか自分ダメだななんて考えちゃってる人に向けてですね、もう少し、ポジティブに考えていいんだよ、もっと前向きに考えていいんだよとか、悩んでる間に行動しちゃいなよみたいな、そういったですね積極的に生きていこうよみたいなことが書いてありますので、麻雀以外のことでも役に立つと思いますので、ぜひ一度ですね読んでいただけたらなと思いますので、皆様よろしくお願いします。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価、お世話ですかこれ高評価よろしくお願いします。ツイッターもフォローしてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。